エドワード・ドリンカー・コープは、アメリカの古生物学者、比較解剖学者である。抵抗進化論者であり、コープの法則に名を残している。1840年、ペンシルベニア州フィラデルフィアのクエーカー教徒の両親の元に生まれる。幼くして、博物学に興味を持ち、1859年には、フィラデルフィア自然科学アカデミーに、イモリ科についての論文を報告している。 同じ頃に、ワシントン DC のスミソニアン協会のメガテリウムクラブに加入していた。ペンシルベニア大学に学んだ後ヨーロッパを留学し、さらに勉強を続けた。1865年、自然科学アカデミーのキュレーターに任じられ1873年まで、この地位にあった。1864年から1867年まで、ハバフォード大学の自然科学の教授を務める。 1889年にペンシルベニア大学の地質学と古生物学の教授に就く。専門はアメリカの化石石椎動物についての研究である。1871年から1877年の間にカンザス州の白亜紀層ワイオミング州とコロラド州の第三期層の巡研を行っている。絶滅した石椎動物の属を 主ととししてて生涯に少なくとも1000の新種を報告しているこの中には、ニューメキシコ州で発見された最古の哺乳類やカマーラサウルス、コエロフィシスを含む56種の恐竜が含まれる。信じがたいほど多くの発表を行っており、生涯に発表した科学論文の数は1200を超えている。1875年に、ニューメキシコ州とモンタナ州で、 1877年にオレゴン州とテキサス州で地質学の調査を行っているアメリカンナチュラリストの編集者でもあった1897年ペンシルベニアで死去コープとオスニエル・チャールズ・マーシュとの間で繰り広げられた化石の新発見競争は化石戦争として知られる1994年型破りな古生物学者で知られるロバート・バッカーが ペンシルベニア大学に標本として、博物館に保存されていたコープの骨を人の模式標本とすることを試みた論文を、ジャーナル・オブ・ワイオミング・ジオロジカル・ソサイティに発表している。なおコープの遺骨が保存されていた理由は、人の模式標本が存在しないことに目をつけ本人が、この目的で使用することを遺言したためであるが、誰も真剣にこの問題に取り組んだ者はいなかった。 ありがとうございます。